おぱよーちゃん、おぱよーちゃん。よいしょ。はい。よいしょ。岩月来てるよ。もうすぐ作らなきゃいけないね。よいしょ。今日はね、20の短いやつだからね。よいしょ。今日は短いやつ。天気いいね。よいしょ。ね、もうすぐね、ゴールデンウィークだね。あ、もうライトいらない。ね、もう曲がるとこ覚えたね。もう覚えた。よいしょ。なんか今日あんまり混んでなかったね。この時間だからもっとさ、あそこのとこ混んでもったらね、混まなかった。ラッキー。あ、やばい、ここモザイクするからね、ヘアスタイルがすごいことになってるから、ね、モザイクするからね、失敗したから、ね、ダメだよ。なんかそう、またなんかね、ウィンカーがおかしくなったの、なんか弾切れてないのに、ほら今カチンカチンって早く、ちょっと見てみなきゃいけないね、ついたらね。よいしょ。ほら、いい、なんかさっきウィンカーの音鳴らなくなったしさ、なんかなんかおかしい。すぐ治ったけどね。なんか来月っつうか、もうあと2週間ぐらいで、ほら3ヶ月点検だからさ、その時見てもらおうね。よいしょ。すごいな、草。よいしょ。ちょっと暑いからまだ開けようね。あ、ほら気持ちいいね。気持ちいいね。この道すっと行けば気持ちいいね、みたいな感じね。ここほら、小学校あるんだよ。こっち側も開けようか、もうね、両方全開。風がゴーってなって聞こえなくなる。閉めよう。後ろ車いないよね、閉めない。散歩してるおっちゃんだけだね、正面。あ、止めたいけどダメだ。トラックいる。そこにトラックいると入れないよね。とりあえず待機。あ、もうやってるんだ。もうちょっと下がって、入れない
遊んだら入れてあげればいい。レイで終わり。終わり。よいしょ。よいしょ。じゃあね。あ、あんまり動いたらモザイクするの大変だからダメだよ。積み込み終わったから帰ろうね。海に帰ろう。よいしょ。オーライ。自由だから楽ちん。よいしょ。まあ8時半、9時半、9時半、9時半に着くかな。わかんない。行った。本当は9時からだったんだけど、早く始まったからね。慌てて帰ってもしょうがない。のんびり帰ろうね。時速20キロで徐行して帰ろうね。よいしょ、あ、やばい。よいしょ。うん、今日はお昼は、時間あるかな？どうだろうね。明日どうなんだろうな。明日は仕事あるんじゃないかな。だろうね。多分明日はあると思う。どっちでもいいね。よいしょ。じゃあもう海にコンテナ捨てに行くから終わり。疲れちゃう。岩月から帰ってきて、また早速並びにはまり中なう。もうぐらい1時間以上もはまってるから、まだ中入れない。だからさ、納豆巻き食べよう。あ、ダメだよ、頭ちゃんとモザイクするからね。開かない。あ、ラット巻きいいよ、ね、じゃあちゃんとさ、納豆マイスターだからね、醤油ぐらいスマートに開けないとクレームが来るから、ね、ほら今日も成功した。まだお昼じゃないんだけどさ、あ、やばい、また、あ、やばい、また日報に醤油飛んだ。また日報に醤油飛んだ。ゴミをしてた。また日報に醤油飛んじゃったよ。頭モザイクするからね、知らないから、ね、対向車線から見られてるけども知らないから、ね。だけどさ、ライブしてよっかね、久々に。最後やったのいつだっけ、去年の9月ぐらいだよ確か。そう、去年の9月からやってないからさ。半年以上。その前が確か去年のゴールデンウィークかな。ね。だから、今回ゴールデンウィークに久々にライブやる。今日予定で考えてんのが、
5月2日か3日日曜日か月曜日で、夜か昼かもまだ分かんない。どっちがいい？昼と夜で、やっぱ夜の方がいいと多いのかな。でも日曜日だったらほらね、日曜日だったらさ、日中でも見れる人多いのかな、わかんないけどさ、もしだったら教えて。もちろんほら全員の意見は取り入れられないから、あのそうだけど一応参考までにさ教えて。だ2日が濃厚かな、2日のお昼か夜か、どっちか。本当はね、別荘行ってさやりたいけどさ、別荘ね多分閉まってるでしょう、わかんないけどさ、ね、俺の行きつけのほらスナックのマスターもさ悲しいラインが来てて、ほらお酒も提供できないしカラオケもできないんじゃ、もう営業できないから休業しますって言っててさ、まあそりゃそうだよなって。ずっとほら週土曜日だけ営業してて、俺もほら先月ぐらいだっけ、先々月だっけ呼ばれて行って、前回はほら親方のとこ飲み行ったからさ断っちゃったけど、そう、それもできなくなっちゃって、ね、お店休みになっちゃって、ね、でもまあしょうがないの、しょうがないよね。でもね、だからさ別荘行ければいいんだけど、あ、それか、トラック洗いに行き、そのままトラックの中でライブしようか、伊藤さんみたいに。トラックの中でライブするのもいいかもしれない。まあそれはどうなるか分かんないから、また考えようね。まあでもいつも通り多分1時間ぐらいかな、やってもね、1時間とかさ。違う、なんか俺あんまりライブやんないから、いつもたたりでさ、だいたい1時間ぐらいすると地震が来たり電気が消えたりさ、スマホがなんかトラブって落ちたりさ、なんか強制終了させられる羽目に毎回なるからちょうどいいんだけど、だ今回は何事もなければ調子乗って2時間ぐらいやっちゃうかもしれない。でも多分なんかあるなって感じだから、一応久々にライブやるからさ来てね。一応参考までに昼と夜どっちがいいか教えて、ね、だから今日はもう終わり、やっとまた食べるから終わり。気が向いたら後で続くとるけど、多分気が向かない気がするけど、わかんない、ね、とりあえず今日はライブの告知ってことで、よろしくちゃん。じゃあほらもう対向車の人見られて恥ずかしいから、ほらトマト美味しいよ。やばいよ、後頭部がね、すごいことになってるよ。刈り上げになってんだけど、もうバザバザよ、やばいよ。後ろから見られたらやばいよ。通報されるレベルだって。だから終わり、ひかりちゃん。Thank you.
とさ、違う、そんなこと言ったの聞いてやる。さっきとうとうさ、ファンキーゆめさんに会ったの知ってる？ゆめさん、ファンキーゆめさんって東京で開墾やってる YouTuber さんね、おっちゃん。そう、ずっと近くにいるのに会えなくて、やっと今日会えてね。あーやばい、風が強い。ほら、進んじゃったから知らないからね。ほら、ゆめさんのステッカーもらった、ね、それだけ伝えたかった、ね、じゃあもう今日終わり。さっきね、ライブの告知もしたからね、もう今日終わり。これボーナストラックで、ゆめさん見に行ってね、ファンキーゆめさんね、まあ、ゆめさんもよろしく。お疲れちゃーん。牛丼できたよ、牛丼ね、美味しそうでしょ、ほら。ああ。